マディソン軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は35,226人で、軍庁所在地はマディソン。隣接するピアース軍、スタントン軍とはノーフォークショート指揮を構成している。ネブラスカ州のナンバープレートでマディソン軍の車両は最初の数字が7になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を 確立した際、マディソン軍の車両登録台数が州内の軍の中で7番目に多かったからである。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積1489平方キロメートルである。このうち1483平方キロメートルが陸地で、6平方キロメートルが川や湖などの水地域である。総面積のうちの0.43%が 水地域となっている。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、マディソン軍には35,226人、13,436世帯、及び8,894家族が暮らしている。人口密度は24平方キロメートルで10。 平方キロメートルの平均的な密度に14,432件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人91.35%、黒人0.94%、先住民1.19%、アジア系0.40%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種5.06%、及び、パ欠1.03%で、 8.64%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。マディソン郡に住む13,436世帯のうち33.20%は18歳未満の子供と暮らしており、54.70%は夫婦で生活している。8.240%は未婚の女性が世帯主であり、33.80%は 家族以外の住人と同居している。27.90%は独居で、全世帯の12.40%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.52人であり、家庭の場合は3.12人である。軍の住民は26.80%が18歳未満の子供で18歳。 以上24歳以下が11.60%、25歳以上44歳以下が27.10%、45歳以上64歳以下が20.10%、及び65歳以上が14.40%となっている。平均年齢は35歳である。女性100人に対して男性は98.50に見て、 18歳以上の女性100人に対しては、男性は94.80人にいる。軍の世帯ごとの平均収入は35,807ベイドルで、家族ごとでは45,073ベイドルである。男性の3631ベイドルに対して、女性は21,343ベイドルの平均的な収入がある。 この群の一人当たりの収入は16,804米ドルである。総人口の11.20%、家族の7.50%は貧困線以下である。18歳未満の子供の13.00%、および65歳以上の11.50%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。